さあ今度はね、列車の速さ、それを求める勉強します。新幹線はとても速い、時速200キロで走るとか言いますね。そういう時速の求め方、そういうのを中心にした勉強をやっていきましょう。皆さんも新幹線に乗ったことあるでしょうね。東京から西へ、大阪とか九州へ行く場合には光に乗りますね。から東京から北へ、東北地方へ行く場合には山彦号などに乗りますね。どちらが速いかという問題で、こういうのは載ってます。新幹線の光号は3時間で552キロを走り、これはだいたい東京から大阪ぐらいの間の距離ですね。山彦号は2時間に360キロメートルを走ります。これは東京から、仙台ぐらいの長さです。どちらが速いと言えますか。これパッとこう見るだけだったら、これは2時間だからこちらが速いとか、これは3時間だからこちらが遅いとか速いとか言ってこう言うんですが、実際は1時間あたりどのぐらい走るかということを求めてみなければならないです。でそれを時速と言いますね。だからその時速をまず初めに出す勉強をやっていきます。時速というのは1時間あたり何キロメートル走るかいうのが時速というんですね。でこれで見ますと、3時間で552キロだから光の場合、3時間で552キロです。だから1時間だったらうんと少ないね。3つで552になるから、1つあたりは552をちょうど3時間で割ると、1時間あたりいくらかなというのが出てきますね。こういうのはもう皆さん暗算でできるようになってますかね。こういう具合に暗算でできるようになっていたら、だいぶ計算が練習がしっかりできている子ですね。これ184になります。こちらの方の山彦で見てみましょう。これは360キロですね。それを2時間で行きますから、これはもう1時間あたり優しいですね。1時間あたり180キロです。さあこれで見ると、この場合1時間あたり光は184キロ、山彦は180キロで、光の方が答えの場合は、答えはこのように書きます。これからこれ引くんですね。まあ書いておきましょうかね。光の方が場合は4キロ速いというと、何が4キロかわからないので、必ず時速ということは入れます。時速4キロメートル速い、この速いは速力の速を変えてくださいよ。こちらの方の速いは時間の遅い速いになりますから、スピードの場合にはこちらの方の速いを使ってください。ところがこれは時速ですが、1分間にじゃあどのぐらい走るだろうという時には、今度分速になるんですね。分速の求め方もやっておきましょう。こちらが時速ですね。で分速になった場合には単位を考えなくちゃなりません。こちらの時速が184キロ、こちらが180キロ。分速というのは1分間にですね、1分間いうことは1時間は60分でしょ。だからこれ60分間に180キロ行っているから、1分間だったら60で割ったらいいわけね。だから光の場合は184キロの時速割る60分、60でやると1分間あたりとなりますね。暗算でやってみましょうか。3.0666666とこう続いていきますね。ということはだいたい 3.1 としておきましょう。山彦の場合はこれは簡単ですね。180キロ割る
60できちんと割り切れてきちっと3になります。はい、このように分速の場合はちょうど60分6時で割ると1分間あたりの速さが出ます。この場合いずれもキロメートル、こちらも分速はキロメートルで出せますね。ところが1秒間あたりどうかというのはこれは秒速になります。じゃあこちらの方でちょっと秒速やってみましょうね。秒速も皆さん知っているように1分間は60秒ですね。だから1秒あたり今度は何キロメートルではちょっと具合が悪い。こんな3、それをまた割ろうとなると分かりにくいので、この場合は単位を考えてみます。 1秒間にどのくらいいくかな、メートルに直しましょう。そうなると、例えば光も山彦もほぼ分速どちらも3キロメートルですから、この秒速を出す場合にはこの3キロメートルはメートルでいうと3000メートルですね。そして3000メートル割る、3000メートル割る、3000メートル行くのに60秒かかっているんですから、1秒あたりここは1秒につきだいたい50メートル、きちっと50メートルになると。そしてこの場合は秒速はちょうど50メートルになると、こうなるわけですね。それでちょっと先生の方から問題言っておきます。望みはね、ちょうど552キロを2時間半 2.5 時間で行きます。望みの時速を一度皆さん求めてみなさい。さあ満点プリントがずっと次にありますね。皆さんしっかりその問題に取り組んでください。これができるようになると本当に文章題強くなりますよ。